はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。早速ですけれども、本日は激辛焼きそばを激辛ドリンクで流し込んじゃおうという企画をお送りしていきたいと思います。それでは早速いっちゃいましょう。はい、ということでですね、今夏なので激辛を食べたいということで、どうせ激辛食べるんだったら激辛の食べ物を食べながら激辛のドリンクで流し込んじゃおうということで、今回ですね、蒙古タンメン中本さんの北極焼きそばプラスして、この小さめのエビアンにこのドン・キホーテで買えるデスパウダーを入れていって、デスドリンクを作って、そちらで激辛焼きそばを流し込んでいっちゃいたいと思います。それでは早速この小さめのエビアンを使ってデスドリンク作っていっちゃいたいと思います。これをね、全部入れちゃうんで、いきます。これをね、全部入れちゃいます。入れて全部投入しましたんで、これをシェイクしていきたいと思います。シェイクシェイク、不思議な胸騒ぎ、ジョベリベリ最高、ヒッピーハッピーシェイク。はい、ということで、なんかちょっとオレンジ色っぽくなったんですけど、これでデスドリンク完成でございます。続きまして、こちらの中本の焼きそばの方に液体ソースと粉末ソース、そしてこの激辛マヨファイヤー、これ全部ぶっ込んでいって混ぜていっちゃいたいと思います。こんな感じでね、めちゃくちゃ辛そうです。混ぜていっちゃいます。はい、ということでいい感じに混ざりました。それでは激辛焼きそばを激辛ドリンクで流し込んでいっちゃう企画スタート。いや、もうシンプルに見た目がめっちゃ辛そうですが、ちょっといただきたいと思います。北極焼きそばいただきます。うん、はいはい、あ、あ、あ、これ結構辛いかも。これ、うん、あ、これ普通に辛いですね。あ、辛い。なんか辛いです。あー辛い。でこの辛いところで、このデスドリンクでこの辛さをね、相乗効果でいっちゃいたいと思います。あ、あやばい、このなかもとの焼きそばの方はなんか旨味のある辛さなんですけど、このデスドリンクはもうただ痛いだけみたいな、旨味のない辛さ、辛いだけの辛さみたいな。こっちはね、まだ旨味のある辛さなんで、もうとにかく辛いです。辛いです。蒙古タンメン中本さんで北極を、あの激辛ラーメンですから、あれ食べたことあるんですけど、まあ、あれってもう本当なんか辛いっていうよりめちゃくちゃ痛くて、あんま激辛食べたことなかったから、こういう時はよし水で中和だと思って水飲んだら、その水もめちゃくちゃ痛かったんですよね。水で全然中和できない辛さっていうか痛さっていうか、それをね、もう久しぶりにこのカップの焼きそばなんですけど、もうめちゃくちゃ辛いです。これ本当その時の痛みをね、久しぶりに思い出したという。そしてこのデスドリンク、これ罰ゲームには最適かもしれないです。何かしらの罰ゲームあった時はこれ使ってみるのありかもしれないですね。ちなみに私はただの嗜好品としてデスドリンクを飲んでおります。
辛い辛い。この辛い時はデスドリンク。もっと辛い。ああ、もっと辛い。もっと辛い。こう辛い時はこのデスドリンク。やばいマジで辛い。辛さっていうか痛さを中和させる逃げ場がないんで、もう本当にねマンゴーラッシーが飲みたいです。マンゴーラッシー持ってくればよかった。はい、ということでだいたい今半分ぐらいやってきました。食べてたらその辛さに慣れてくるのか痛さに慣れてくるのかと思ったら全然慣れなくて、むしろもっと痛くなってくるっていう。まあでもやっぱ夏はね激辛なんで辛さも楽しみながら食べていっちゃいたいと思います。やばい、この激辛のマヨソースがめっちゃ痛い。なんかもはやデスドリンクの辛さを感じなくなってきましたね。この中本の方が辛すぎて、デスドリンクかもただの水みたいな感じになってます。逆に。ということであとちょっとです。やばい、あの下の方に辛いやつが大集合してる。辛いやつが大集合してる。めっちゃやばい。もうここでねデスドリンクぶっ倒しちゃいます。ということでですね、蒙古タンメン北極焼きそば完食いたしました。こちらのデスドリンクも全て飲み切りました。この蒙古タンメンさんの北極焼きそばはもうマジでインスタントのレベルでこんな辛さ出せるってぐらいもうめちゃくちゃ辛くて、もうはっきり言って痛いぐらいなんですけど、今夏なんで激辛を楽しみたいなっていう方は蒙古タンメン中本北極焼きそばめちゃくちゃおすすめですので、ドンキホーテに行けば、デスパウダーも買えますんで、デスパウダー使ってデスドリンク作って蒙古タンメン中本の北極焼きそばを激辛のデスドリンクで流し込めばより一層この暑い夏を感じられると思いますんで、
ぜひ試してみちゃってください。それでは本日の動画は以上とさせていただきたいと思います。興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会いましょう。はぁ、辛い。